今月15日を最後に定期運行を終了した特急列車381系やくも。ラストランイベントには県内外から大勢の鉄道ファンが駆けつけ、定期運行終了を惜しみました。今日はこのラストランで鉄道写真愛好家、いわゆる撮り鉄の撮影マナーを守らない一部の人への対応に協力した日野町や黒坂警察署、住民団体など合わせて9つの個人や団体に JR 西日本から感謝状が贈られました。特に沿線の住民は撮り鉄専用の駐車場を作るために土地を提供したり、撮影マナーを守るよう注意喚起の看板を取り付けたりするなど、環境整備にも力を入れました。これまでのいろいろやってきた甲斐があったのかなというふうに思っています。引き続きですね、注意喚起等を行っていきたいと。大多数の方は善意を持ってくださる良識ある方だと思ってますので、そういった方たちにはたくさん来ていただいて、経済的な効果であるとか、そういうふうな未来になればいいなと思ってます。鉄道は一つのきっかけで構いませんから、地域の皆さんがですね、より多くの方と触れ合っていただいて、いろいろなところから来られた方をおもてなししていただいてですね、でまたこの地域のファンを増やしていただけることを、なんか一緒にできたらなと思っております。 JR 西日本は今後も沿線住民との協力体制を密にしながら、鉄道ファンを地域活性化につなげていきたいとしています。